土井カ駅は、かつて、愛知県名古屋市中区にあった名古屋鉄道瀬戸線の駅である。土井カの名は、もともと沼地であった、この周辺を埋め立て、終わり藩主の名古屋城からの脱出経路として整備し、その警備にあたる、同心組の屋敷地としたため、五度化または五度イと呼んでいたことに由来する。もともと現在の瀬戸線は、清水駅より先は、五号区間と呼ばれる。 名古屋城の外堀跡を走行して、堀川駅に至っていた。その入り口のところに存在したのが、土井下駅で、見堀区間が存在した時代の末期は、相対式ホーム2面2線の単純な中間駅で、構内踏切で連絡していた。瀬戸方面から来ると、柳原の商店街を斜めに渡る踏切を越え、名古屋城の堀割に入るとすぐに駅があった。その後、 外堀区間を廃止して、名古屋市の中心である、境付近まで乗り入れることになり、それに伴う工事が開始され、1976年2月14日から、土井川駅堀川駅間が運転取りやめとなった。この時土井下駅は、従来の位置より北側に約300メートル移転し、仮のターミナル駅となった。仮駅らしく廃線は、 短式ホーム一本のみという簡素なものになり、堀川土井、下妻大体の名鉄バスの停留所が隣接して、設置された。仮駅は、現在の清水東大手間のカーブの入り口付近に設置された。なお、暫定終点、かつ大体バスとの接続駅は、隣の清水駅とし、土井下駅もこの時同時に廃止する案もあったものの、乗客が多い県庁、市役所方面へは、 距離があり、また空港線をまたぐ必要があることから、仮駅として、土居川駅の移設を行う案が採用されたと言われている。代替バスとなっても、見掘り区間の運賃は変更されなかったため、代替バスから電車区間へは、バス運賃をバス降車時に支払い、土居川駅で差額を支払う形で、電車区間に乗車でき、逆に電車区間から代替バスへは、 電車乗車券を見せれば代替バスに乗ることができた。そして1978年8月20日、瀬戸線が栄町駅までの延伸を果たし、同時に1944年より休止されていた東大手駅が地下駅として復活し、土井下駅は役割を終えて、廃駅となった。なお、仮駅時代に建設された、簡易駅舎は、名古屋本線の左京山駅に転用された。 仮駅跡地は、バス停、土井下付近の県道脇に、緑地帯として残っている。左京山駅旧駅舎。東駅仮駅舎を転用したもの。清水武氏、名古屋鉄道各駅停車用泉車2016年35ページ。ISBN 978から4から 800308009. 清水岳。 田中義人、名古屋鉄道車両史上館アルファベータブックス、2019年、182ページ。松永直行、名鉄沿線歴史のある、風景ホイ、鉄道ピクトリアル第864巻、電気車研究会、2012年7月、149ページ。ありがとうございます。